なんやそのメガネ。ラブラブさせてラブラブラブって言う。ええわええわええわ、呼んでんじゃないよそんな。ええわ、どうもレイブサッカー部です。はーい、はーい。ちょっと今日はですね、はい、2人に僕伝えておきましたよね、タンクトップで来てくださいと。はい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 。なんでなんでってなるでしょ、はい、ちょっとやりたい企画がありまして、あたしてーいや、あ、それ裸でキャッチング選手権。いやー、僕らの大人気企画の一つに、はい、無回転キャッチボール選手権ってあるじゃないですか。あ、ありますね。あれをちょっと改良しまして、シュートは全然無回転じゃなくていいので、普通のシュートを裸でか、あ、下半身はダメ。酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。上は上裸でキャッチしましょうと。当たり前になりすぎてこの洋服のありがたさを忘れている。思い出してほしい、2人に洋服のありがたさを。この洋服があるから普段シュート来ます、キャッチします、おお、すごい勢いだなで済んでる。だけどもだけど、生身でボール受けたらどうなりますか。それはあかん、痛いでしょ。やばいでしょ。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲める。この衣類の大切さを思い出してもらうために今日は、そういう目的、そうそう、それで今日はこの洋服を脱ぎ捨て、ただね、ただ YouTube 的に言うと、そう NG な、その今言った NG なので、洋服の面積が少ないタンクトップを着てきてもらいましたと。ケンちゃんはね、ケンちゃんぐらいこの面積の少なさじゃないと。見てよこれ、フレディ・マーキュリーみたいな。下は白いからさ、ほらほら。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。どうして酒が飲める。あ、キックー。皆さん勘違いしないでください、ゲイ集団ではありません。これだけ見たら、やべ、裸じゃそうなるけど、いや、そう、これだけ見たらゲイじゃん。テームレボリューションテームレボリューションさっきまで彼露出度が低いということで、僕がハサミで切りました。これもいらないらしいんで、露出度を高めましたね、こういう風に。守られてんのここだけ。目で狭いなんだよ。でもなんか一人かわいそうだから、うん、俺も切ろうか。マジか。あの、変態さん、僕ら完成しました。あ、ほんとに、じゃあ来て、はい、でーででででで、なんやねんそれ、なんやねんお前ら、それ。いや、まだケンちゃんはさ、なんかワイルドだけど、俺これ、ほんとに SM かよ。これ絶対痛いじゃん。やばい、これシュート受けてみ。めちゃめちゃ痛いよ。キャッチした人から、どんどん抜けていい。あ、はい。逆に言えば、キャッチできなかったら、ずっと残ってもらいます。最後まで残った人、罰ゲームです。いいですか。キッカー変態でキーパー俺ということで、お願いします。じゃあ1球目ゴロ無理やし。まあまあ、もう一球、もう一球、もう一球、つぶす、またピッ、飛べよ。勝ちすったよ。これ、あっ、
自決やんけ。自決やんけ。いや、もういいや。止めてやるよ。ピッ。うわいうわうわいうわうわい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 めっちゃ赤い。痛いじゃん、俺は。乳首、結局乳首でキャッチした。じゃあ次、変態がいい。さあ、受けさせてくれよ、このド M の俺に。ド M 界の王子と言われてる。俺なんなら胸取らしてやるぜ。来いよ、ドピッ。あ、痛い、なんか。ピッ。あ、熱きピッチ。やべ、熱きピッチ。はい、ピッ。あーあーはい、次。ピッ。おいや。うわぁこの乳首に誓って。
たい。いやもうなんかそういうプレイしか見えないもん。リアクション欲しい。見て、この乳首の赤み。うわ、本当だ。やべえ、今乳首えぐれたと思ったもん。だらね。